皆さんこんにちは。日本体操協会は19日緊急で会見を開き、宮田笙子選手のパリ五輪代表辞退を発表しました。会見の冒頭、7月15日、宮田選手に関する情報提供が現地モナコの強化本部に入りましたと発表があり、18日の聞き取りでプライベートの場での喫煙行為、NTC ナショナルトレーニングセンターのアスリートビレッジの居室内での飲酒行為と確認がされたことで、行動規範に反する行為として代表辞退に至ったということです。この宮田選手のパリ五輪直前になっての五輪代表辞退が物議を醸す事態となっています。今回はこの宮田選手の代表辞退に対してコメントを発表した著名人とその内容について触れていきたいと思います。1. 参議院議員猪瀬直樹さん。元東京都知事で現在参議院議員を務める猪瀬直樹氏が X で私見を述べ、投稿に対して賛否両論が寄せられました。宮田選手の代表資格剥奪の可能性を報じた記事を引用し、つくづく日本人は劣化している、たかがタバコで何を騒いでいるのか、魔じゃないんだぞと加熱する世間の反応に対して自身の考えを綴り、規則ずくめの杓子定規が日本をダメにしてきたのだ、こんな些細なことで19歳の夢を潰すつもりかと持論を展開しながら宮田選手を擁護しました。この少々過激にも思えるような投稿には、まだ19歳ですから代表剥奪はやりすぎと同意する声もありましたが、喫煙が発覚したら代表取り消しになるかもと警告されていたのに喫煙してしまったのはダメでしょう、その法律を作ったのは国会議員なんだけどなと批判的なコメントも多かったようです。2. 高須クリニック高須克也院長。高須克也院長が20日自身の X を更新し、飲酒と喫煙が確認されたためパリ五輪出場を辞退した体操女子の主将宮田選手についてコメントしました。高須院長は今回の問題に対する元東京都知事で参議院議員猪瀬直樹氏のつくづく日本人は劣化している、たかがタバコで何を騒いでいるのか、麻薬じゃないんだぞ、規則ずくめの杓子定規が日本をダメにしてきたのだ、こんな些細なことで19歳の夢を潰すつもりかという投稿を引用しました。その上でルールは守らなければなりませんとしつつも、しかし未成年者は発達途上の未熟者ですので立ち直り不可能なほどの罰を与えないのが大人の良識だと思いますと見解を示しました。僕の彼女の西原理恵子は高校で飲酒を咎められ退学処分になりました。納得できず退学を拒否し強制退学され、負けずに法廷闘争しました。退学処分のまま代検を受けて大学進学しました。自力で立ち直りました。僕は高校で校長先生の宗教の授業の時、授業を抜けてタバコを吸っているのがバレました。校長先生の鉄拳教育だけの処分でした。退学処分されていたらどうなっていたことやら、おかげで真面目になれました。ありがとうございます校長先生。我が師の恩と事実婚の西原理恵子氏や自身の経験にも触れて言及していました。 3. 教育評論家小木直樹さん。20日自身のブログを更新し、失敗の教育学体操界ではと題して持論を展開。小木ママは機械的な厳罰主義に偏っているように思います、他種目との方針の違いも気になりますと指摘しました。違法行為は処罰されますと断った上で、しかし取り返しのつかないような重い処分は違うように思います、特に若者は失敗から学び成長するものです、失敗と書いて成功と読むとはかつての野村克也監督の名言ですと紹介。教育的には小さい頃から小さい失敗をたくさんする方がその度に学び成長します、だから教会の指導姿勢も問われているのではないでしょうか、なんだかやりきれない小木ママです、皆さんはどうですかと投げかけました。4. 実業家西村博之さん。21日自身の X を更新し、未成年の飲酒喫煙禁止は未成年を守るためのもので、罰するためのものではないと考えるおいらです、まして2ヶ月後に飲酒も喫煙も OK な成人に過大な罰を与えるのは本人のためになるのかなと投げかけました。また2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変更になった件にも触れ、本来18歳から成人なので飲酒喫煙も成人が自己判断すべきものなのに、法の不整備で飲酒喫煙禁止という謎状態と指摘していました。5. お笑いタレントビートキヨシさん。
20日までに自身の X を更新。この件を報じる一部メディアの記事を添付し、ごめんなさいしてオリンピック出してやれよ、50億どっかやっといて偉そうにしてるクソジジイの方がよっぽどムカつく、と記しました。そしてその後の投稿で、ああ辞退しちゃった、あと2ヶ月で20歳だって言うから2ヶ月経ったら堂々と飲んで吸ってください、頑張れ、などと綴りました。6、お笑い芸人ダンカンさん、20日ブログを更新し、ニュースでパリ五輪喫煙問題で辞退の宮田選手を目にした、教えて、俺みたいなインチキ大人はこういうことについて何というのが正解なんですか、と困惑している心境を明かしました。さらに19歳、俺タバコ吸ってただろうな、吸ってなかったとしたら金がなくて買えなかったか、てかダウンタウブギウギバンドのスモーキング武器なんてめちゃくちゃかっこよくて吸えないものまで吸ってたっけ、と19歳の自分に置き換えた上で、五輪辞退という判断に疑問を呈しました。続けて、今回の辞退で立場を考えてほしかったという大人がいるけど、それが正解でいいのかな、じゃあ五輪に出ない一般の19歳は吸ってもいいのか、と納得がいかない様子。世の中はほとんどインチキと思っている俺にしては珍しく朝から気になってしまいました、と綴りました。7、俳優高知昇さん、高知さんは X にて、真偽のほどはまだわからないし、こんなことを言うとまた叱られそうだけど、と前置きしつつ、喫煙で五輪代表剥奪になったらあまりに気の毒だと思う、やったことと結末が釣り合わない、と綴りました。それだけプレッシャーやストレスも大きいってことだよな、と五輪代表としての重圧をおもんぱかり、目くじら立ててる大人たちが19歳の時はさ、タバコ吸ってるやつなんかゴロゴロいたぞ、とも指摘しました。この投稿に賛成の声が寄せられる一方、タバコを吸うイコール法律を破っても才能と努力すれば世界的大会には出れてしまうという前例ができてしまう、そういうプレッシャーや誘惑に勝てないならその時点で出るべきじゃない、といった意見も上がっていました。8、衆院議員米山隆一さん、米山隆一さんは X で、いやさすがにそれはひどいのでは、辞退撤回運動を展開したいくらいです、と投稿。以降さまざまな質問や異論に対応し持論を展開しました。罰則は厳重注意と反省文の提出で十分だと思います、法律にもタバコ没収程度の罰則しかありません、と弁護士資格も持つ米山氏は解説。一般の学校でも喫煙で退学になるケースを指摘されると、タバコ1回で退学は行き過ぎだと思います、また本当にそういう学校が多いとも思えません、と綴りました。高校野球を例に辞退やむなしの意見が上がると、日本代表だろうが甲子園代表だろうが単に一生徒だろうが、初回の喫煙飲酒は厳重注意と反省文で良いと思います、と記しました。世界が見てる祭典で法律違反をした子を許して大会に出させるって日本の恥じゃないですか、と五輪という舞台への出場に疑問を持つ声には、全然恥じゃないですね、涙流してすみませんと言ったら許してやれる社会であるべきですよ、と主張。喫煙と飲酒で線引きしたらいいですよね、万引きとマリファナとはだいぶ違うでしょう、高校球児も厳重注意と反省文で十分です、過剰な清廉性を求める必要はありません、としました。9、お笑い芸人カズレーザーさん、TBS 系情報番組サンデージャポンに出演した際、パリ五輪の出場辞退問題をめぐりコメントしました。同問題をめぐり、この時期にこれが起きたから厳しいか厳しくないかっていうことになってるだけな気がする、とコメントしたカズレーザーさん。厳しいか厳しくないかは正直わかりません、アスリートになったことがないので、とした上で、代表に選考された時点でいろんな研修とかあってルール違反した場合は処分が下ることもあるって伝えていた上だったら自分の選択なので周りが言えることはないんじゃないかな、どうしても喫煙飲酒をしなきゃいけない状況っていうのが思いつかなかった、と持論を展開しました。10、プロ雀士兼モデル岡田紗代さん、 TBS 系アッコにお任せに21日、スタジオ生出演した際、和田明子さんは宮田選手個人だけではなくチームも大変な状況になっていることに触れ、岡田さんに麻雀もリーグがあってチームでもやると思うけど、と振ると、岡田さんはもう本人もね、もちろんね、こういうことになって後悔してると思うんですけど、
一生懸命練習してきたチームメイトが本当にかわいそうっていうか、もうこれで4人でやらなきゃいけなくて、かなり絶望的になっちゃったと思うので、と話しました。11、タレント、藤本美貴さん。TBS 系情報番組、サンデージャポンに出演した際、パリ五輪の出場辞退問題をめぐり、コメントしました。体操協会のサポートが不十分だったという意見があることを受け、ここまで頑張ってきて、直前でってすごい残念だと思います。でも正直、しょうがないのかなって思っちゃう。やっぱりルールだし、と率直に述べた藤本さん。そして、今回は残念だったけど、次回はサポート体制をしっかりして戻ってきてほしいなと思う、とここで諦めずに頑張ってほしいという思いも明かしていました。12、陸上男子 400m 障害の世界選手権銅メダリスト、五輪3度出場、為末大さん。出場辞退発表前に自身の X で、問題だったとは思いますが、代表権を奪うほどではないと思います。どうか冷静な判断をお願いします、と訴えていました。また、体操選手が飲酒喫煙が発覚し、五輪を辞退することになっています。自らの辞任なのか、要請され辞任の形を取ったのかどちらか分かりませんが、選手の心境を考えるととても辛いと思います、とし、どうか、協会としても出場できる道を探ってほしいです、と願いました。13、登山家、野口健さん。野口さんは、法律違反したら代表選手から外されるということならば、車などの駐車違反やスピード違反でも外されるのだろうか。1キロオーバーしても取り消しか、と提起。それはそうと、成人してもタバコ、酒がダメなままなのが理解できない。成人を18歳に引き下げた時に見直すべきだったのでは、と指摘していました。また僕の勝手な解釈ですが、成人になるということは心身ともに大人の仲間入りなのだと。成人になってもアルコールとタバコがダメって意味わからない。海外では18歳からアルコールが合法の国もタバコしかり、と持論を語りました。14、母校鯖江校体操部監督、田辺満さん。応援期待してくれていた県民、鯖江市民の方々には申し訳なく思う、とした上で、一つのけじめとして社会的な制裁を受け止め、今後のキャリアを考えられるよう支えたい、と話しました。15、母校鯖江高校校長、石津長俊校長。応援していただけに大変残念だが、鯖江で練習する高校生らの憧れであり、大事な教え子であることに変わりはない、と涙ながらに語り、彼女が一生懸命鯖江で練習してきた姿を見てきた。鯖江に帰ってきた時は学校を挙げて応援したい、とエールを送りました。16、競泳、五輪メダリスト、松田丈志さん。20日放送の日本テレビ系、ウェイクアップにリモート出演した際、松田さんは、僕自身も宮田さんも五輪に出たかったと思いますし、体操協会としても出したかったという気持ちはあったんじゃないかと思う、としつつ、ただチームとして戦っていく中で、飲酒、喫煙は法律的にもダメなことなんですが、それとは別に、チームで決めたルール、日本代表としてのルールがあります。そのチームの規範を守れなかったところがもったいなかったなと感じます、とコメントしました。さらにチームで戦っていくときにはルールを守らない人がいると全体の雰囲気にも関わってくる。そういった面で内部からの報告があったという報道がありましたが、チームとしても足並みが揃えられなかった部分はあったのかなと思う、としました。17、お笑い芸人、メッセンジャー、黒田優さん。黒田さんは MBS 4ちゃんテレビに生出演。その際に、すごい嫌な気持ちになりますね。組織の一員としての自覚がないということで、こういう処分受けたのは致し方ないですけども、と前置きした上で、僕たちも19の時あったじゃないですか。19の時ってどうしても何かハメを外したりとかしてしまうことって誰しもあるというところで、それが飲酒喫煙がダメなことは分かってるんですけども、その気持ちもあるし、彼女も日の丸を背負ってっていうところもあるわけでしょう。これでまた叩かれるわけじゃないですか。迷惑もかけてる。彼女の気持ちになるといたたまれないし、組織の気持ちになってもいたたまれない。結局誰も得してないんで、と宮田選手を気遣いつつ思いを吐露しました。さらに、誤解を恐れず言うと、タバコぐらいやったらええやん、と思ってしまうんですよね。学校でもタバコを吸って退学にはならないですよ。今はどうか知らんけど、僕らの時は停学処分なんですよ。例えば、
練習を何ヶ月かできないとか、そういうところで処分をやってほしいなっていう親心とかあるんですけども、と本音を打ち明け、丸田さんがおっしゃったのもわかる。これ一個許しちゃうと、他のことも全部許してしまうであろうと、両面があるんで、と付け加えました。18. 駅伝青学大監督、原進さん。原さんは、社会秩序は法により守られます。飲酒、喫煙は体に悪影響を及ぼすため、法律で20歳未満は禁止とされています。また、法律を守るという観点のほか、アスリートとして強化のマイナス要素に手を出した行為は残念です、と冷静に話しました。ただ、その一方で、アスリートとしての夢である五輪出場の道が途絶えることには疑問を呈しました。法律違反のペナルティは、厳罰から執行猶予付きまであります。今回の場合、選手自身が出場を辞退したということですが、五輪に出られないというペナルティは、あまりにも酷ではないでしょうか。失敗しても再起のチャンスを与える。あるいは、更生させる道筋を作るのが社会の使命ではないでしょうか、と持論を展開しました。ちなみに、青学大駅伝チームでは喫煙はもちろん禁止されています。飲酒についても厳格で、20歳以上の選手でも選手寮で飲酒できるのは1年に2回だけと言います。箱根駅伝復路が終わった1月3日の夜と、1月下旬に行われる4年生を送る会の夜だけとなっているそうです。19. お笑い芸人、ガダルカナルタカさん。日本体操協会が会見を行い、本人への聞き取りの結果、目標にプレッシャーがあり、そのような行為に及んでしまったと話していたということを聞いたお笑いタレントのガダルカナルタカさんは、いやー、いろんな意味で残念ですね、とコメント。ご本人も、プレッシャーがあってやっちゃいけないのも分かってやってしまったみたいなこともおっしゃっているようなんですけれども、プレッシャーがかかるということは、自分の立場が分かっていることじゃないですか、と想像。自分が今体操の世界でどの立場にいるのかって分かったら、自粛しなきゃいけないのかなって、と話しました。一方で、非常に難しいところですね。僕なんかは人前でコメントするような仕事をしているから、律しなければいけないこといっぱいあるけれど、何一つできないですもんね、とも話していました。20. 元体操日本代表、五輪メダリスト、池谷幸雄さん。池谷さんは MBS テレビ、4ちゃんテレビに出演し、宮田選手についてコメントしました。エースが抜けるというのはものすごい日本にとって痛手、と残念がった池谷さんですが、実は体操選手は喫煙者が多いんですよ、と意外な事実を指摘しています。持久力はそこまでいらないが、精神的プレッシャーは大きい競技。大学の先輩とかでも、1種目終わるごとに吸いに行くという人もいた、と振り返りました。池谷さんは、練習でもかかるプレッシャーは大きくて、それを和らげるために喫煙する選手は結構いました、と明かし、今回の宮田選手の件でも、体操界に蔓延する環境が影響を及ぼした可能性についても案に示していました。宮田選手についても、未成年の喫煙はあってはならないこと、と前置きしつつも、エースとしての重圧はかなりあったとは思う、と、その精神状態に想像を巡らせました。一方で番組に出演していたお笑いタレントの黒田優さんは、4年後の剣道従来を願いつつ、23歳じゃないですか。体操選手からするとどうなのか気になるんです、と質問。すると池谷さんは、女子の選手はピークが早いので、20歳過ぎるとピークをなんとかキープするというところにはなってくる。23歳になると不利にはなります、と、宮田選手にとって決して簡単な道ではないという持論を述べていました。21. タレント、村重杏奈さん。村重さんはバラエティ番組、朝パラエスに出演し、宮田選手についてコメントしました。この日、番組が宮田選手の五輪辞退の話題を取り上げる中で、コメントを求められた村重さんは、むずい、としながらも、でもプレッシャーがあるのももちろんわかるんですけど、ストレス発散方法がもっと何か違うことだったらな、って思いますよね、とコメント。そして、あと2ヶ月我慢すれば20歳だったんですもんね。あと2ヶ月で、ビールめっちゃうめえ、って、打ち上げとかで、と話し、ハイヒール、リンゴさんやチュートリアル、福田光則もうなずいていました。ここからは、ファンの反応について SNS などからピックアップして紹介します。パリ五輪出場予定だった体操競技の主将、宮田笙子選手の代表辞退に対するファンの反応は、SNS やインターネット上で様々な意見が見られました。
主な反応は以下のようにまとめられます。同情的な反応、そこまで追い込むほどの罪かね。本当にかわいそう。たかだか喫煙と飲酒くらいでこんなになるまで社会制裁必要なのか。叩きすぎだろ。失望や残念さを表す反応、信じられない、教会の判断は正しい、多めに見てあげようという話でもないか。これらの反応から宮田選手の行動に対して批判的な意見もある一方で、厳しすぎる処分ではないかという同情的な声も多く見られることがわかります。また選手の若さを考慮すべきという意見や今後の活動を応援する声もあり、ファンの間で意見が分かれていることがうかがえます。いかがだったでしょうか。今回は未成年での飲酒喫煙によりパリ五輪出場辞退となった宮田選手に対する著名人の反応についてやファンの反応についてまとめました。主将ということもあり、本人はもちろんですが、関係者、チームメイトには多大な影響があることが予想されます。賛否両論ありますが、この問題についてはとても難しいものがありますね。皆さんはどう思われましたか。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。